厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。資金提供、ブルージャパンへ約9億円。立民、西村智奈美幹事長。 CLP 以外の団体、ブルージャパンへの約9億円支出もうやむや。個別の取引内容の公表は控える。立憲民主党の西村智奈美幹事長は12日の会見で、同党がインターネットメディアチューズライフプロジェクト CLP に広告代理店などを通じて番組制作費名目で資金提供をしていた問題で調査結果を発表した。立民が CLP 以外のシールズメンバーが作った会社ブルージャパンに約9億円の支出については、特定業者との個別の取引内容の公表は控える。 CLP とは関係はなく、党が行う広報活動などを行う発注先の一つだと語った。党内では今回の調査結果を受けて第三者委員会を設置して立ち入り調査すべきだ、これで幕引きだと国民の疑念がさらに深まりますと不安の声が上がっている。以上、ネットの情報。以下、日本国内ネットの声。あのシールズに9億円も公金流してたのか。立民、すげえな。活動家に資金提供したってことだろ。これマジでダメなやつじゃん。政党助成金は税金だから、使途は明らかにすべきだよな。内容の公表控えちゃダメでしょ。税金の横流しじゃないのか。公表を控えるって偉そうに。説明責任はどうした。政党交付金辞退するのか。すげえな。堂々と活動家に公金から資金援助。半島とやり方が一緒だな。アンセーフあれの大部分がこいつらとつながってるんだろうな。ブルージャパンって2017年設立で10人以下の会社だろ。どう考えても9億円の支出なんかありえんだろ。動画作成で何億円も払ったのか。で、その動画はどこにあるんだ。どう考えても立民に説明責任あるよな。シールズメンバー、あいつらって就職できなかったんだってね。あいつらって偏差値低かったんだよな。シールズ代表のオクラだろ。卒業したキリスト教愛信高校の偏差値が28だったな。就職活動はやってたって話だけど、どこも取ってくれなかったみたい。偏差値も低いし、あんなんやってたらな。会社休んであれやります。とかいうやつを雇う道理はねえわな。就職した会社に対しても、やばいことやりそうだし、自分が悪くても騒ぐし、ぞろぞろ仲間が湧いてくる可能性もあるし、危険人物はちょっと無理かな。これならすっぺち奥田みたいな、あれがあれやって生きていけるわけだわ。初級英語もできず、ツイッターでスピーチのスペルを間違えてすっぺちと書き、指摘されたら即削除してそ知らぬ顔する高顔無知の自称若者の代表奥田明。立憲あれはもはやブーメランどころかあれ、しかも今更すっぺちからみかよ。ここまで自分はいいけどお前は違法だからが繰り返し繰り返しできるのってすげえよな。立民ってダメだなこいつら。本来自民の不祥事を糾弾すべき立場が自分たちのボロが出まくり、あれは最強の防御という戦術が封じられた時点でサンドバッグ状態、おしまいです。これ左連中の告発というかあれで発覚したんだろ。今後あいつらどの政党を推していくんだ。津田大介、望月磯子が絡んでるんだからあれだろ。今更あれを切るなんて考えたら、こうやってやばい情報どんどん表に出すぞってこと。ブルージャパンは
あれ系の弁護士が作ってる会社で、メインのシールズ自体はいざという時に動く工作部隊という立ち位置。そういう意味では広告に使ったというより、あれに立憲の政治資金を迂回させて流す名目で作ったトンネル会社でしょう。現にブルージャパンは広告会社を名乗ってるのに、ホームページすら存在しないし、連絡先も不明、活動実績も不明という純度 100% のペーパーカンパニーだから、仕事の実績なんか存在してねえだろ。立憲民主があるから離れようとしたから暴露された。あれから立憲へのあれの暴露だよね。これブルージャパンって何の会社なの？立民が9億円の使い道をはっきりしないとモヤモヤが残るな。会社の実績は何？もしかしてみんな使途不明金？これ本当に合法なの？正体不明の組織に9億も流すなんて、マネーロンダリングとか脱税とかも怪しいね。国税調査も動くべきだな。9億円も謎の業務委託受けて、ブルージャパン側の税金はどうなってるんだろう。国税が黙ってると思えん。検察庁は動いているんだろうね。ブルージャパンってトンネル会社でしょ。9億の支出は還流して裏金に議員個人のポッケに入ってるかも。はい、税務調査表の取りまとめしたなら公選法違反、反社に流れたら公安案件、キックバックで還流させてたら地検特捜。いずれにしても9億の使途は明らかにせんと飽きまへんが、9億円支払ったのに広告制作はほとんどないんだろ。9億円はどこへ行った？どうか議員に還流したんだろうな。ブルージャパン代表は弁護士、社員は活動家まがいの8人。これで博報堂並みの広告宣伝活動を行えていたとは到底思えないよな。9億円もの公金を一体何につぎ込んだのか。その代表となってる弁護士が脱皮を訴えた弁護士で、ブルージャパンの登記住所がその弁護士の弁護士事務所と来てるから、完全に一本の線でつながるんだよな。立憲の収支報告書には広報業務委託費と載ってるが、ブルージャパンの成果品が全くなく営業実態も不明。すると収支報告書の記載が虚偽記載の可能性があり、4年で9億もの支出の行方が気になる。立憲の収入のほとんどが税金が元の政党交付金であり、徹底調査が必要だ。立憲の事務局の秋元雅人がシールズの雇用を確保するために作らせたのがブルージャパン。完全に立憲の子会社で、その金の流れがアレ活動への資金提供だから大問題じゃねえか。しかもその金が元は税金だから、確実に警察が捜査すべきだろうが、まあ普通に考えて9億の金が動いたら何かしらの痕跡は残るわな。ごく一般企業への発注であれば成果物ゼロはありえない。9億に相当する成果物を見せてもらわないと納税者として当然納得できないね。立憲民主党が世論工作で税金を9億円もばらまいてた大スキャンダルなのに、テレビや新聞、雑誌も全然やらない。これが自民なら新聞、テレビ、朝から晩まで鬼叩きコースやろ。これどうしてマスコミは報道しないのかな。疑惑があれば大騒ぎするはずなんだが、不思議だな。脱皮は疑惑だけで、あんだけ騒いだのに、確定の CLP やブルージャパンでは全然騒がないマスコミ。ヤフーニュースでブルージャパンで検索しても一つも記事がない。新聞もスポーツ紙だけ。テレビ局はこの件に全く触れない。この資金の一部が
テレビ局に流れていますと、白状しているようなものだよね。TBS のネット工作機関、CLP への1500万は、不正融資。テレビが報道しないのは、博報堂山本シールズに立件から、20億もの工作資金が流れてて、それ以上に新聞社もテレビ局も、立件、あれとズブズブで、金何十億ともらって、工作続けてるからだよね。徹底的に、報道統制、視点の勝手レベルで、新聞テレビでは、扱われとらんな。老人世代でこれ知ってる人、ちゃんといるんかね。9億円の使い道を不問とか、生活費を切り詰めるために、1円でも安いものを買おうと、毎日頑張ってる主婦が聞いたら、怒り心頭だろうな。活動家に餌と職場与えて、その業務報告を使って、国民側と、国会でやってた可能性もあるのか。おいおい、もしそうなら、ガチの世論誘導やんけ。ツイッターの、匿名アカウントどころじゃない。民放テレビや NHK、野党も、シールズを若者の政治参加と、やたら持ち上げてた。そのシールズに、立憲民主党から、9億円も入ってたんすね。ワイドショーが、なぜ政府批判ばかりなのかは、制作会社が同じ泉放送制作だから、というのにもつながりそうだね。以上、日本国内ネットの声。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか？この動画の情報や内容にご共感いただける方、今後の動画をご期待いただける方は、画面右下のグッドマークをクリックしていただきますようお願いします。また、一言でもコメントをいただけたら、ありがたく存じます。ただ、ヘイトとみなされる文言は、YouTube からブロックされますので、ご注意ください。最後に、チャンネル登録と通知音を、お願いします。チャンネル登録していただきますと、登録済みの横に、ベルマークが表示されます。そのベルマークをクリックすると、通知音になります。これで、このチャンネルが新しく動画投稿したとき、その情報がすぐにご連絡できます。どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。